だから痩せないんだ。2014年第1弾、今日はダイエット。ダイエット方法はいろいろありますけど、去年2013年最も注目を浴びたダイエット方法というのは糖質制限ダイエットです。第2位は食べる順番を考える食べ順ダイエット、3位酵素ダイエット、4位プチ断食ダイエット、5位がサバ缶ダイエットでした。これ女性500人へのアンケート調査の結果なんですね。と第1位になった糖質制限ダイエットはされてる方は実際多いんですけど、中には失敗されてる方もいて、その人たちの食べてるものっていうのを見てみると、単純に栄養不足で失敗してるっていうケースが多いんですね。体の中の油を燃やそうと思ったら必要な栄養素っていうのがあるんですね。一つはビタミンの B 群で、もう一つは鉄分。この2つが非常に重要なんです。この2つの栄養素、ビタミンの B 群と鉄、これが足りないと代謝が上がってこないので脂肪が燃えにくくなるんですね。そしてこのビタミン B 群と鉄が比較的多いもの、そういう食材って何かというと、動物性のタンパク質、具体的には肉、あと卵、チーズ、この3つ、これを積極的に摂るようにしてもらえると比較的ダイエットは成功しやすくなります。あと4つ目に、そのビタミン B 群の中で葉酸っていうものがあるんですけど、これがなかなか肉や魚や卵、チーズなどでは摂りにくいので、葉っぱの野菜、葉野菜を摂ってもらうと葉酸は比較的摂りやすいかなと思います。この肉、卵、チーズ、あと葉っぱの野菜、これらをよく噛んで食べてもらえると消化が良くなって、栄養素が吸収されて代謝が良くなってくるんですね。で、基本的に飲み物はお水がいいですよね。肉、卵、チーズ、葉っぱの野菜、こういうものをしっかりとよく噛んで食べましょう。そうするとビタミンの B 群や鉄分などの代謝を高める栄養素が体の中に入ってきますので、その結果ダイエットにつながります。飲み物は基本水がいいでしょうね。この肉、卵、チーズ、この組み合わせはこちら沖縄の渡辺先生が書かれた噛むだけダイエット、こちらにも書いてあるので、ぜひ読んでみてもらえればと思います。この肉、卵、チーズ、これをよく噛んで食べましょうっていうので、糖質制限ダイエットでうまくいかなかったっていう方も、これでダイエットが成功しているって方も少なくはないようです。もっと詳しいことを知りたい方は、去年の私が秋にリリースしましたこちら、くびれるレシピ7つのルール、こういう電子書籍を Amazon の方からリリースしておりますので、ぜひ読んでいただければと思います。ダイエットうまくいくといいですね。パソコンでご覧になっている方はこの辺りチャンネル登録をお願いします。で、スマートフォンやタブレットでご覧の方は下にあると思いますので、ポチッとお願いします。ではまた。